プロゲステロンへの反応ステロイドホルモン生成系プレグネノロンはプロゲステロン、コルチコイド、アンドロゲン、およびエストロゲンのステロイド生成に関わるプロホルモンである。プレグネノロンは体内であらゆるホルモンに変換されるプロホルモンである。プレグネノロンはコレステロールから合成される。この反応では C20 と C22 との間にヒドロキシル化反応が起こる。 この反応を起こす酵素シトクロム P450SCC はミトコンドリアにあり、脳下垂体から分泌される、副腎皮質刺激ホルモン、卵胞刺激ホルモン、胞体形成ホルモンによって制御されている。プロゲステロンは酵素により2段階の反応で合成される。まず、3β、ヒドロキシステロイドでヒドロゲナーゼが、 A 間のヒドロキシ元をケトン元に変換し、次にデルタ4から5イソメラーゼが C5 の1から C4 の1に二重結合を移動させる。プロゲステロンはデルタマイナス4経路で、テストステロンとエストロンの線具体である17、ヒドロキシプロゲステロンとアンドロステンジオンとなる。また、プロゲステロンからはアルドステロンと副腎皮質ホルモンも得られる。17、 ヒドロキシプレグネノロンは 17α ヒドロキシラーゼによって合成される。さらにデスモラーゼによりアンドロステンジオンの先具体であるデヒドロエピアンドロステロンへ変換される。ありがとうございます。